どうもワニです。どうもおにです。はい、というわけで今回ね、おうちゃんと一緒に琵琶湖に来てまして、今このボートに乗ってます。バス釣りのボートをレンタルさせていただいて、バス釣りに来ました。ここではね、もうおうちゃんがもうバンバンバス釣りが釣れるということなんで案内してもらって、今日は一日中釣っていきたいなと思います。クーラーボックスいっぱい釣りましょう。いっぱい釣りましょう。簡単に釣れるから、ここはお願いします。やりましょう。これ魚探もついてるんですね、これ。そうです。今水深 7.2 メートルか3メートル、ちょうどいい水深ですよ。へえ。おい、なんだこのちっちゃいの。小さい。釣れました。餌にちょうどいいサイズじゃないですか、これ。餌にちょうどいいサイズだ、これ。ほら、プリプリの大口は特定外来生物だ、これが。ここはね、リリース禁止ですから。そう、だから全部持ち帰りますから。持ち帰ってご飯にしますよ。オッケー。来た来た来た。おい。よっしゃ、うおー、マシなサイズだ。また釣れちゃってる。釣れましたぞ、兄さん。プリップリのブラックバス。うおー、ブレブレ、カットテールで。いますよ、ここは。これはワニの餌にちょうどいいサイズだな。ワニの餌にちょうどいいサイズですね。このサイズいっぱい欲しいですね。欲しいし。鍋もできるんで。いいね。よし。フィッシュフィッシュ。フィッシュ。よっしゃ、ナイス。よっしゃー。はい、釣れました。餌にちょうどいいサイズ。次は来ました。来た。フィッシュ。なんか来た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 。はい、釣れましたよ。餌にちょうどいいサイズ。ワニの餌とかにちょうどいいですね。オオトカゲもまあいけるか。来た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 でしょ、これは。来た来た来た。おい。あ、いちいちいけど釣れましたよ。でかいの？あれ外れたかもしれません。外れてなかった。ついてるついてる。イエーイ。はい、餌にちょうどいいサイズ。きた。お。よっしゃー。お、ナイス。はい、また餌にちょうどいいサイズ取れました。イエー。おっしゃー。よし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 。よっしゃー。来た来た来た。はい、さっきのよりちょっと大きい。でも餌にちょうどいいサイズ釣れました。やりましたね。おうちゃんもガンガン。こっちも今釣れました。餌にちょうどいいサイズ。イエー。やりました。来た来た来た。俺も来た。でかい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 か。ちっちゃい。うわー。おっしゃー。まあ20センチくらいかな。餌にちょうどいいサイズ。餌にちょうどいいサイズです。はい、餌にちょうどいいサイズ。フィッシュフィッシュ。ダンカー。来た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 。ダンカー。来たでー。よっしゃ。おれー。でかい。やったー。あー、中くらい中くらい中くらい。ちょうどいいサイズだ。餌にちょうどいいサイズ。フィッシュフィッシュフィッシュ。来た。でかい。普通。サイズ。はい。ちっちゃい。餌にちょうどいいサイズだ。餌にちょうどいいサイズです。きた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 。よっしゃ。きた。やった。ジャンカー。ちっちゃい。おお、餌にちょうどいいサイズだ。きたきたきた。餌にちょうどいいサイズ。餌にちょうどいいサイズ。よし、きた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 。よし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 。よーしゃー。餌にちょうどいいサイズ。ちょうどいいサイズだ。よっしゃ、きたきたきた。やった。やった。餌にちょうどいいサイズ。餌にちょうどいいサイズです。よしよしよし、来た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 。よっしゃー。はい、オッケー。餌にちょうどいいサイズ。餌にちょうどいいサイズ。来た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 。おい、いいサイズいいサイズ。ワニの餌にちょうどいいサイズ。よし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 。よっしゃー。オッケー。餌にちょうどいいサイズ。来た来た来た。でかいの来た。でかいの来た。ライさん来たね。でかいんじゃない。来た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 。よし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 。おい。やった。いいサイズ。ワニの餌にちょうどいいサイズですね。ワニの餌にちょうどいいサイズです。やった。25センチぐらいだ。25センチからですね。来てくんの。いいね。はい、でかいの釣れました。やりましたね。もうあります、兄さん。あ、タモ。タモ。よし。いけ。よいしょー。よっしゃー。でかいでかい。コマーシャルサイズだぞ。あ、パンパンや。パンパンだ。やった。30は絶対これと40近くある。あるあるある。よっしゃー。イエーイ。でかいぞ。でかいでかいでかい。でかい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 。よっしゃー。ありがとうございます。よっしゃ。いいね。ありがとうございます。あ、これ今日一でかいかも。ね。やったー。はい、というわけで朝の6時から約10時間ぐらいですね。なんやかんやちょっと釣りを続けて、まあでかいのはどっちもおーちゃんなんだけど、俺もまあそれなりサイズのこいつかなとか釣れたし、このクーラーボックスの中なんやかんや多分ね50匹近く40匹ぐらいは釣ったと思います。ああやばいっしょこれ。うわうわすげえやばいやばいやばい、ほらほらいっぱい入ってるのね。やばいやばい。うわ俺釣り普段全然やんないけど、多分俺だけでも10匹15匹ぐらいはね、はい、もっと釣ってるだろうから、ね、めちゃめちゃなんか釣れて楽しかったね。ボートリアコバス、そうです、ボート楽しいですね。楽しいでしょ。めっちゃ楽しい。こちらは特定外来生物なんでね、生きたままの持ち帰りや飼育が禁止されていますし、琵琶湖はリリース禁止ですので、締めて持ち帰って我が家のペットの餌にします。はい、というわけで冷凍して持ち帰ってきましたので、解凍して我が家のペットの餌にしていきます。はい、というわけで解凍が終わりましたので、こちらはまあ釣りでね捕まえてるブラックバスなんで、こちらの金属探知機をかけて内臓に針が残ってないか確認していきます。よし、よし、よし。オッケー、大丈夫ですね。オッケー。じゃあ早速与えていきます。はい。いいですね。本当に餌にちょうどいいサイズですね。ペロリと一飲みできるサイズです。はい、どうぞ。いいね。ガブ君の今鍵を開けてたらすごい反応してます。お腹が空いてるみたいだ。はい、ご飯ですよ。おお、食いましたね。はい、もう一匹。食べました。じゃあ次はメガネカイマン。これもういらないみたいですね。あんまり美味しくないということがバレちゃいましたね。ほんとこいつらグルメなんでね、お腹空いてる時は野生のバスとかも食べてくれるけど、そうでもない時は本当にアユとかニジマスじゃないと食べてくれないですね。よし、じゃあ大型肉食魚にもあげてみよう。俺どうだ避けた。それ外した。おーし、すげえな、あのサイズのバス一口か。ほい、うわ、一発早っ。いいね。ピラルクももうだいぶ大きくなって 1m ぐらいありますからね。もうニジマスとかアユぐらいの大きさのサイズだったらペロッと食べちゃいますね。それという感じで、今回の動画は琵琶湖のね、ボート釣りでバスをたくさん釣ってきて我が家のペットたちの餌にしましたという動画でございました。また今後もね、いろんな生き物を餌にしていく動画出していきたいなと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。